皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はタンパク質の摂りすぎは腎臓や肝臓に悪いのかということについて私の見解をお話ししていきます。タンパク質を摂りすぎると腎臓や肝臓にダメージを与えると、それが原因でね、体を壊してしまったと、そういう話がね、ネット上でね、出てしまったりとかね、いろんなね、論争が起きて、そういうことがあったりしますけども、それについてですね、いろんなデータも交えてですね、お話をさせていただければなと思います。まず結論から申し上げますと、健康な方であれば、よほど摂りすぎない限り、腎臓や肝臓へのダメージっていうのは気にしなくていいんじゃないかなと思いますけども、心配な方は医師の指示に従ってくださいねと、もうこれしか言えないですね。やっぱりね、我々もプロテインとかタンパク質栄養の勉強っていうのはしてるんですけども、専門家にはかなわないわけなんですよね。でその不調が出た時のね、対処法とかもね、やっぱり専門家にはかなわないわけなんですよ。やっぱり医師免許もね、持ってないような人間がタンパク質を摂りすぎてもね、別にそれでダメージないんで大丈夫ですよとか言ってね、実際に肝臓やね、腎臓に疾患がね、出てしまった人が、もしね、プロテインとかタンパク質が原因じゃなかったにしてもですよ、タンパク質取っても大丈夫だからって聞いて、タンパク質取ったのにそれで体壊しちゃった言われても、当然責任は取れないわけですし、もう絶対に大丈夫ですと、だからもう取りたいだけタンパク質取ってくださいなんてことは言えないんですけども、それでもいろいろとデータを見ながら、私がね、考えるには健康な方であれば、常識的な量、体重かける3グラムから4グラムぐらいのタンパク質までであれば特に問題はないんじゃないかなというふうに考えてはいますけども、やっぱり心配のある方は医師の、方の指示に従って栄養摂取考えていただけると、いいんじゃないかなと思います。で、このタンパク質の摂りすぎが腎臓や肝臓の害になるっていうふうに言われている根拠は何かっていうことについて説明をしていくんですけども、健康診断なんかで血液検査をしますよね。でそれでいろんなこう数値がこう診断結果に出てくるわけじゃないですか。でそこに当然ですね、腎臓とか肝臓のダメージの値を表す数値っていうのがあるわけなんですね。でその項目が AST、GOT とも言います。でもう一つが ALT、GPT とも言ったりするんですけども、これらの数値っていうのはアミノ酸の代謝に関わる酵素で、肝臓に存在している酵素なんですね。肝臓に疾患が出たりしてダメージが受けたりすると、肝臓内にある酵素が血液中に出てきてしまうんで、その血中の AST とか ALT という数値が高くなる。そうすると肝臓がダメージ受けてて、そういう酵素がね、出てきてしまってるんで、肝臓の疾患があるんじゃないかっていうふうに所見がね、出てきたりするわけなんですね。確かにですね、この肝臓の数値っていうのはタンパク質をたくさん摂ってる人とか、もっと言うと激しい運動をしてる方なんかは一時的に高くなりやすいんですよ。なぜかというと、これらの数値っていうのはアミノ酸の代謝に関わる酵素なんですよ。なのでタンパク質の摂取量が増えて、体の中にあるアミノ酸の量が増えれば、それを代謝する酵素が増えるのは当たり前の話じゃないですか。なのでタンパク質をたくさん摂る人は健康であっても、これらの酵素の数値っていうのがタンパク質を摂らない人に比べて高くなりやすいんですよ。だからといってそれで肝臓にダメージを負っているわけではないので、健康ではあるんですね。そのタンパク質をたくさん摂取する習慣っていうのを続けていけば、だんだん数値は正常な数値に収まっていくっていうことが多くなるので、健康診断の時にそういう数値が出ても、たくさんタンパク質をね、摂ってる方っていうのはそんなにね、気にする必要はないというふうに私は考えてます。ただそれでも私は医学については素人なので、その健康診断の数値を持って、例えばね、お医者様からプロテイン飲んでますかと、タンパク質どれぐらい取ってますかと、で試しにプロテイン飲むのやめてみてくださいとか、タンパク質の摂取量減らしてみてくださいとか、そういう指示があった場合はしっかりとお医者様の指示に従ってください。ここでビーレジェンドの大林がね、タンパク質取ってそういう数値が上がるのは当然だから気にしなくていいと言ったと言ってね、それでお医者様のね、指示を無視して体調悪くなっても私は責任取れませんので、もしお医者様から指示があった場合はそちらを必ず優先するようにしてください。ただ私の見解としては、やっぱりタンパク質をたくさん摂る習慣のある方っていうのは、これらの肝臓の酵素の数値っていうのが健康であっても高くなりがちなんだっていうことは覚えておいていただけると心配が少なくなるんじゃないかなと思います。そして腎臓のその健康度合いなんか
の指標としてよく言われるのが、尿素なんですよね。これはタンパク質を消化吸収する過程で老廃物のアンモニアが出るんですよね。でこのアンモニア体内でそのままでいると有害なので、それを無害な尿素に変換して体外に排出するわけなんですね。なのでタンパク質が増えれば増えるほど尿素の量も増えていくんですけども、尿素自体は無害なものなので、別に尿素の値が高いから腎臓がダメージ受けているとか腎臓に負担がかかっているとかそういうわけではないので、これもですねあまり気にする必要はないんじゃないかなと思います。ただしお医者様から何か特別な指示があった場合はそちらを必ず優先するようにしてくださいと。そして肝臓とか腎臓に疾患がある方っていうのはタンパク質の摂りすぎには気をつけなければいけないです。それは確かにねその通りなんですよ。なんですけども、特に腎臓病ですね、腎臓の慢性疾患がある方にとって腎臓学会のガイドラインで実は極端なタンパク質制限っていうのは推奨されていないんですね。極端なタンパク質制限を続けるとむしろ逆効果になる可能性があるということで、実はですね極端なタンパク質制限は慢性的な腎疾患がある方にとってもあまり推奨されてないというのが今の現状であるので、もしね腎臓に疾患がある方でもタンパク質を厳しく制限するっていうのはあんまり良くないですよね。そうなると健康な方もそのタンパク質を制限する必要っていうのは全くなくてですね、疾患のある方でもある程度はタンパク質を取った方がいい可能性があるというわけなので、健康な方であれば体重かける 1g から 1.5g ぐらいの量はなるべく確保しておいていただいた方がいいんじゃないかなと思います。本当に健康な方であればね、例えばボディービルダーが減量中に取るような体重かける 3g とか、もっとたくさん取る人だったら体重かける 4g とかね、それぐらいの量を取る方もいるので、それぐらいの量を取っても肝臓とか腎臓にね害が出てしまって疾患に、なってしまうというようなリスクは少ないんじゃないかなというふうに私は考えています。もし腎臓や肝臓に疾患が出てしまうようなことがあれば、それはタンパク質以外の要素による可能性っていうのが大きいんじゃないかなというふうに私は考えています。ただし何回も言いますけども、私はですね医学については素人ですので、もしですね肝臓や腎臓に心配なことがある、不安なことがあると、でそれでお医者様から特別な指示を受けているということであれば、当然お医者様の指示の方を優先していただいて健康に、気をつけて生活していただければと思います。ということで今回はタンパク質の摂りすぎは腎臓や肝臓疾患の原因になるのかということについて私の見解をお話しさせていただきました。健康な方であればね、一般的な量、体重かける 3g から 4g ぐらいまでの摂取であれば特に問題はないんじゃないかなと思いますけども、お医者様からね何か指示が出た場合にはそれに従ってくださいというお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を発信しておりますので、概要欄から登録よろしくお願いします。その他にも B レジェンドは毎月ですね新商品発売しておりますし、お得なセールも開催しております。そちらも概要欄に記載しておりますのでチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。